高松市立主運中学校は、香川県高松市主運町にある市立中学校。校区内の児童自立支援施設、香川県立指導学園に、峰山文校を設置している。高松市中心部の西部に位置する中学校である。自主独立を校訓に掲げ、正門前に自主独立像がある。1947年4月1日、学校教育法の施行に伴い、 高松市立二番町中学校として開校。開校当時は、高松市立西浜小学校、高松市立二番町小学校の校舎を曲がりしていた。市雲中学校の生徒数は年々減少している。河西慎太郎作詞、中田吉奈を作曲。応援歌、ベストを尽くそう宇崎竜道作曲、阿げよう子作詞。もう存在する。 文化祭はステージで出し物が行われる。第一部は学習発表会が行われ、自由研究の優秀作品の発表、英文スピーチ、放送部の朗読等が主なイベントである。第二部はレクリエーションが行われる。通称、ユアステージ。生徒たちがダンスやピアノなどおののの特技を披露する。ちなみに、ユアステージに出るには審査を通過しなければならない。 以前は、屋島に行っていたが、最近は、五色台に行くことが多い。五色台では、コース別野外学習や、野外水事が行われる。平成29年度までは、3泊4日だったが、平成30年度から2泊3日に変更になっている。常に大使を抱き、自主的にして、責任と協力を重んずる個性豊かな人間を育成する通学区域は、 高松市本町地区の一部、高松市中心部の西部一帯にあたる、ありがとうございます。